ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんこんにちは、スラックスです。そうです。こんにちは、平岩優奈です。2人は結婚したということでおめでとうございます。ありがとうございます。今日は夫婦 VS シダックス、パス夫婦力を合わせてシダックスに勝てをやっていきたいと思います。3つの種目で勝負をします。まずは前中トランポリンで合計の回数が多い方の勝ち。何の前中、前中トランポリンまたワールドシーン溜まってきました僕 VS この2人の合計の数、うん、ゆうなちゃん単体だと僕に勝てないかもしれないですけど、こうたろうがいるんで、はい、分かんないよねっていう話で、次は倒立競争、まあ、リレーみたいな感じで僕は床を2往復する、で2人は1、1。これでかざそうろでもこうたろうはすごい速いし、でもゆうなちゃんはまあ遅いかもしれないけど分かんないと思う。落ちていいの、まあ、落ちたらその場所からかな、うん、だって俺も2往復で、確かに本当に分かんないと思います。ほんで最後はパントラの八百屋、これは2人のどっちかが勝ったらもう勝ち、2人の勝ち。なんで2人が得意な技とかを入れていけばやりやすいよねっていう、じゃあこの3つで勝負していきたいと思います。それでは行きましょう。チャンネル登録お願いします。僕からも。第1種目目、このトランポリンの上で前宙を何回連続でできるか。これ簡単だね。コタユナチームと僕で先行後攻じゃんけんをします。最初はグー、最後ポイ、イエス高校。先行の方がいいかもしれないよ。違うよ、よしこあの2人の中でどっちが先やるかはもう自由に決めてもらって。はい、はい、どっち先やるね。じゃあゆうなちゃんからでいいですか。うん、はい、頑張れ奥さん。やってくれないか、別に事実じゃね恥ずかしいからしやん。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9。おお。ごめん、おとろえだ。え、9。本当はね20やる予定だった。うんうんうん、まあでも2人はいいな、応援があるもんな。50回ぐらい。いや、できない。しかも指標がないからね。そうなんです。100回、俺が100回やって109でも109っていう目標があるから。そう、強いんだよ、頑張れるんだよ。でもそれでやってみようよ。まあまあまあやろう。100、うん、奥さんからの提案100、分かった。ごめん、99が申しておる。じゃあ頑張ります。頑張ー、はい、いきます。頑張り、1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、21、22、22。あれ、力合わせるんだよね。どうしたの。なんかさ、うん、疲れるより目回って終わる、うん、ああそうなんだ。じゃあ言葉は響いてなかったの。ああよかったね、うん、全然聞いてなかった。それもまた問題顔怖っで今のちょっと最後こけたのが1に入るのかどうか。入んないし。あ、じゃあ22と9、31、僕が32以上やったらうわ微妙。いや、やれよやつは。はい、32ね。32。じゃあ、いきます。32以上で僕の勝ちね。強いなぁ。勝ったぞ、うん、よし、一人のみんな俺がやるぜやばい、目回るわ確かに。ということで
一種目目は僕の勝ちで次の種目行っていくん。はい、ほんなら第二種目目倒立競争ですね。ここからそっちの端っこから戻ってきて一往復、それを僕は二往復、孝太郎とゆなちゃんは一往復ずつで交代で、でこれはちょっと今カメラ問題があるんでカメラマンを交代することでバトンタッチで、オッケー、ちょっとそこはハンデになっちゃうけど、オッケー、お願いします。どっち先とかは先やる？やっぱこれ長いよ道のり。うん長い、うん、落ちたらその手の場所からスタートね。いいですか？はい、いきますよ、よスタート。あ、体力温存タイプね。お、自分のペースでいいんだよ。あーっと落ちた。やばい、俺も使う。はい、地往復です。こんにちは。急げ急げ、はい、交代交代、はいはい、いってらっしゃい。あ、もうきつい、早い、また負けたよ。まあここまでは言ったらまあ僕の得意種目だったんで、最後のが本当の勝負。最後頑張ってください。頑張ります、頑張ります。とりあえず2種目目は僕の勝ちで、はい、最後行きましょう。うん、じゃあ最後このトランポリンで一人一つずつ技をしていきます。それでまあ技忘れたりできなかったら OK。 チャンスは2人は1回ずつ、僕は2回、だから僕は1回ミスっても大丈夫、2人はもう一発ミスったら終わりで、はい、最初はグー、じゃんけんぽい、最初はグー、テレパイ、はい、行きましょう、はい、行きましょう。1、じゃあ2で、うん、よっしゃい、はい、記念すべき1位決め、はい、頑張っ、いきます。ハンドスプリングで、俺はつなぎやすい技をやってあげた方がいいんだよね。そうだよ、うん、あ、じゃあ俺3番選ぶべきだったわ。確かに、まあでも最悪片方が終わって一人に託すのもありかもね。あー、よし、え、ここの作戦はあり、ありありあり、作戦会議。戦中はやだ、なんとかして斧に持っていきたいと思い、じゃあロンダートやろうか、両足でロンダートできそう。 OK、 じゃあそうしろ。イエイ、 OK、 いきます、はい、ロンブーダ、やば、やってるわ。交代しよう、はい、あ、3ギメ、危ない、アナディ出たよ、気をつけてね。まあ俺は1ミス許されてるからな。え、本当に俺はちょっと信じてもらえるかもしれないけど本当に俺はジャンプをしようと思ってた。ジャンプで OK、はい、この先の作戦会議は大丈夫？わかんない、もうわかんないね、うん、あ、やるしかない、いきます、はい、うまい、おお、ハーフで、おお、いいね、これ続きそうですね。ジャンプで整えよう、ジャンプで整えたらパーフェクトに実力はあるんだから大丈夫です。でも頑張っ、考え、うおー、クッシン全中、全然できてない、普通、
身宙返り。僕これもうできません。怖いです。なのでもう行っちゃってください。行っちゃって。はい、わかりました。なんかやりすぎてもつまんねえもんな。出たよ。そうだよね。すごい確定してるみたいな言い方やん。いきます。はい。合わせたよ。うーわ、2回ひねりです。やば。なんで私できないんで棄権してもいいですか。いいでしょう。はい。うわ、あの高さえぐいな。ね、うん、俺事故になるからやめとく。はい。あれで2回半だったらもう進んで、2回っていうのが 2% ぐらいあるんだよね、まだ可能性が。 2% 引け。ゴミ拾いとかしようかな、今から。もうそうや、頑張。でもあと1回あるよ。でもね、あと1回っていうのは体力がすごく削れた1回なんだよ。そうですよ、うん、さあいけるのでしょうか。シダックスウルトラ G、 いや頑張やったやった。です。気合い入れすぎても曲がるんです。アントラはそういうもんです。そこは計算に入れてください。アントラマニアが申しております。うわーうわー。ということで2人の勝ち。いやえ、いいの。え、アントラのやおやおでしょ、うん、あ、そっか。2人が勝ちました。やったというよりもコツが勝ちました。まあでも2人のあれじゃない、オノディとかそういうのもあって、うん、だって俺一つ言うとね、オノディうまくいってちょっと油断した。あ、俺オノディ上手くなってねと思って。なんか上手くなってたよね。ジャンプで恥ずかしい。カブトムシになってたね。全部お願いします。ということで夫婦シダニ一勝ち。これからも支え合って頑張ってください。頑張ります。ということで結婚おめでとうございました企画でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイ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 。お幸せに。はい、お幸せ。この動画を見てね。イベントとか練習にも呼んでね。